ゲラダヒヒは、哺乳恒例長目、オナガザルカゲラダヒヒ属に分類される猿。本種のみで、ゲラダヒヒ属を形成する。日本では、特定動物に指定されている。エチオピア、エリトリア先祖の化石を調べると、250万年ほど前までは、複数の種類が、アフリカ全土に分布しており、中には、体重が、 推定6 0ラムに達する大型種も存在したことが判明しているが、気候変動による植生の変化などの影響により、およそ180万年前までにエチオピア高地を除いて絶滅した。体長オス69から7 4ンチメートル、メス50から6 5トル、おな三33から5 0トル、体重オス2 0ラム、メス12から1 4ラム。 メスよりもオスの方が大型になる。陰頭部、胸部、臀部には体毛がなく、皮膚が露出している。尻だこは発達する。尾の先端の体毛は、棒状に伸長する。オスは、側頭部や肩の体毛が伸長する。草原や岩場に生息する。昼間は一頭のオスと、数頭のメスや幼獣からなる、小規模な群れで草原で食事を取り、夜間になると百頭以上にもなる。 大規模な群れを形成しがけの上などで休む。威嚇やディスプレイとして、上唇を裏返し剣士を剥き出しにする行動を行う。植生は植物食傾向の強い雑食で、この葉、果実、種子、昆虫類等を食べる。繁殖形態は体勢で1回に1頭の幼獣を生む。この種の胸には三角を縦に並べた砂時計にも似た形の部分がある。 この部分は毛がなくて肌が露出しており赤い色をしている。特にメスではその部分の周辺が白く、これはメスの性器周辺の色と形に類似する。これを正規の模写と見て一般の猿では発情時に性器を誇示するが、普段は材を取りがちなこの種において類似の反紋を胸につけることで見やすくしたとの判断がある。 人において乳房が性的意味を持つのと並行的、現象だとする考えである。ありがとうございます。